今日ちょっとお昼から楽天のカンファレンスっていうのは安倍首相がお見えになったりとかいうこともあったので、意外とサプライズもあるので、まあ、三木谷さんの話を生でちょっと聞きに行こうかなっていうところです。日本のプラットフォーム事情を考えると、今のところアマゾンが日曜突破してトップになっちゃったんですね。続いて楽天、そしてヤフーって感じのところなんですけど、市場規模からするとですね。皆さん、ロイ式の方々はアマゾンから見たら、はい、聞いてますよね。力がない状態でこう立ち上げるときとか、一番つまずくのがやっぱり集客とか、あと01の部分だと思うんですね。ある程度の売り上げを作るには、やっぱり現状ではそのアマゾンだとか楽天とかの既存の集客が優秀なプラットフォームを利用した方が立ち上がりは間違いなく早いんで、現状使えるうちはやっぱり、ね、こんなラッキーな感じないので、今はそれをね、絶対使うべきだとは思うんですけど、未来英語総括っていうと、備えなければいけないっていうところがあるので、まあ、常にね、アンテナ張ったりとか、次のステップどうするっていうことはね、考えなきゃいけないんですよね。実際、ロイさん的には楽天の売り上げとアマゾンの売り上げってあまり変わらないんですよね。変わんないですね。楽天の方が多いぐらい。アマゾンとアマゾン以外、企画であればアマゾン以外の方が、いわゆる大きいというか、意識的にそこは分散しているというか、はい、という側面はありますね。ただ、ロイシールメンバーは、去年度は結構アマゾン中心に攻略をしていって、ソーシングをしながら商品でね、楽天に広げていくっていう形で、今、うちの弟とかになると、楽天の売り上げもどんどん増えてきてるような感じなんでね。僕らはもうそのステップでもちろんいいと思うんですけど、最初ね、はい、いきなり楽天もアマゾンもヤフーもってやっても、肝心のですね、商品を仕入れるっていうところからこう逃げてるだけなんで、売り場を広げて売り上げ上げようという、はい、うん、いずれやる人にはね強くは止めないんですけど、基本的にはアマゾン一曲で売り上げ上げられないうちにね、あれこれやってもしょうがないよってことでね、指導はしてますね。例えばうちの弟だと大体1100万円の売り上げのうち260万円から楽天なんでね、で他はアマゾンになるってね。多分力の入れてるバランスは逆ぐらいだと思うんですよね。アマゾンそんなにやることないんで、はい、アマゾンに2割費やして、他に8割の仕事っていうような分散になってると思うんですけど、ここが鍵で、結局アマゾンがその労力かけずに売り上げが維持できるっていうところがポイントで。何もしないですよね。その間に次の手を打てるっていうか、はいはい、楽天の売り上げもやっぱりアマゾンと全く同じというわけじゃないので、キーになる商品はやはり生まれてくると、そこを今度は守っていけるので、まあ、両方こう、守備的に戦うってことになりますけど。やっぱりプラットフォームも、アマゾンが売れるからってアマゾンだけやるのも将来的な危険ですよね。今現在立ち上げのためにね、アマゾン利用するっていうのはもうベストの選択だと思うんですけど、やはりプラットフォーム側にルールの変更権があるので、ね、両立が上がるとか、まあ我々はセラーとしては広く正しく美しくやってるんで、そういう意味での排除っていうのはないと思うんですけど、あらぬね、トラブルに巻き込まれるってことは、まあゼロではないので、一極っていう状況からね、先々はやっぱり分散っていうところに持っていくのが安心で安全で、はい、正しい道だと思うんですね。2番目の階段としてやっぱり楽天とアマゾンが同じぐらいになるまで楽天も頑張るっていうのは次のステージとしていいですよね。仕掛けの内容は絶対同じにならないので、ここもまたそういう意味では商品アイテムが違うことが別になるはずなので、はい、まあ、そういう意味での分散っていうことにもね繋がってくるので、一つ目の階段はアマゾンで、二つ目の階段が楽天で、で三つ目の階段が本当プラットフォームに頼らない販売方法っていうのを追求してもいいですよね。集客をして、はい、ショップで売るもそうですし、もう一つはまあこう少しね定価に近い仕事をしていくっていうようなね選択肢もあるので、うん、そうです、プラットフォームに流す方になるっていうね選択肢もね見えてはね、はい、来ると思うんですよね。本当今プラットフォームっていうのはやっぱりアマゾン世界的にも一歩って形でめちゃくちゃ強いんですけどもね、でもなんか一つに頼りきるの怖いですよね。だから正直僕が今でアマゾンの売り上げがゼロになっても他で6割以上あるので、逆に言うとそれ以外の売り上げが上がる可能性もあるので、まあなんとかなると思うんですけど、人によってはまだそんな考えがあるので、いつまでもまああると思ってね取り込まない方がいいではありますよね。まあ、当然プラットフォームが稼げるうちはプラットフォームをどんどん活用するっていうのは大切なことだと思うんですけど、油をかくことなくね、アマゾンやっぱり楽じゃないですか、売り上げ立てるね。そう、まあそこがポイントでもね、ある、はい、時間と売り上げが作れるっていうね、はい、素晴らしい状況が、はい、今現在ならあるんで活用しない理由はないですよね。そこから展開をしていくっていうのがね、各労使で稼げるようになった後、はい、いろいろこの物販としての道が始まるんでね、しっかりと取り組んでもらいたいなと思いますよね。はい、この状況にあるけれど、ね、将来はわからないので、こう伸ばせるうちにね、あと使ってみますとかいいと思いますね。ただ物販は何をやるにしても一度立ち上げた売上利益って、上がりにくく落ちにくいっていう傾向があるので、逆に言うともう上げちゃえば結構それが安定的に毎月入ってきて、まあ、まあなんか1ヶ月間まるまる入院した人が売上減らなかったって言ってましたね。そう翌月ゼロとか今ねありえないってことなんで、やっぱり日本において物販っていうのは最低一つ持っておくべきビジネスモデルだと思うんで、いろいろ資金面とかね、銀行員とか例えば含めて会社系含めて安定的な売上に、で投資家にスキルトアップする時にもすごい安定して読めるじゃないですか、いくら株式投資に入れるのかとか、なんで本当にまだね物販一つ持ってないっていう方の場合はやっぱりねこの2023年っていうのはまずは物販一つ立ち上げる、そして軌道に乗せるっていうのを目標にしてもらいたいなと思いますね。そう思います。はい。